オリンパス OM10 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 は1979年にオリンパスから発売された OM システムの一眼レフカメラである。OM10 は同社のカメラ事業における一大戦略商品であるとともにシーズ志向で展開されてきた従来の商品企画に対してニーズ志向で展開された近代的商品企画の最初の商品となる。 当時、同社は世界三大消費地のうち、日本、ヨーロッパは直販体制が整備されていたが、唯一残る米国は代理店販売となっていた。同社の AE 一眼レフとしてはすでに、オリンパス OM-2 があったが、米国の大多数の顧客を満足させる低価格商品がなく、当時の米国代理店は、高価格機はオリンパス、低価格機はマミアを扱っていた。 したがって直販体制を構築するには量が見込めるアマチュア向け低価格商品のラインナップが必須であった。そこで設計の抜本的見直しにより OM-2 の700点強の部品を400点と部品点数を約半減した商品が OM10 である。これは1978年時点においてすでに億円規模の投資済みである OM-2 の 製造ラインを流用可能とする製造工程まで考慮した設計により当時としては画期的な低価格で発売されたのが本気である。アマチュア向けに徹したため標準ではマニュアル撮影機能は省略されていたが別売のマニュアルアダプターを装着することでマニュアル撮影も可能になる。OM-2 で実現した T シリーズストロボによる TTL 調光方式は 本機では使用できない。また、秒間5コマの連射機能を持つモータードライブは使用できないが、秒間2.5コマの連射機能を持つワインダーは使用できる。ただし、これらは単に初心者、アマチュア向けのみならず、発売当時の定価4万円は、当時の物品税の非課税上限であったこと、また、国外事情では、オイルショック期から続いた需要の低迷や、 ニクソンショック以降の円高傾向により、主たる輸出市場であるアメリカ向けに安価なカメラを提供する必要に迫られ、競合他社においても同時期に発売された同コンセプトの商品への対抗商品としての役割も期待された。ありがとうございます。